本日も、ね、バラの話をしていきたいと思います10月に入りましてちょっとずつ秋を感じる涼しい気候になってきた朝晩はねなすだと、ね、ようやくね涼しくなってきました涼しくなって人間もバラも過ごしやすくなるってことは虫も病気も過ごしやすくなる時期なので虫も今年の夏秋はなんか、えー、と多い気がするんですよ液肥はその,その時はね即効性でしっかり株に効いてその後すぐ切れますんで11月までその肥料分をね持ち越すことがないので